徐々に暑くなってまいりました。体調管理にお気をつけください。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースからご覧ください。今週は騎乗公園内の土浦城矢倉門で行われた江戸時代に時を知らせた太鼓の再現の模様をお送りします。時の記念日の6月10日市内騎乗公園の矢倉門で時の太鼓が鳴り響きました。時の太鼓は江戸時代から明治時代まで約100年以上にわたり土浦城矢倉門の牢城で明け6つと暮れ6つに太鼓を打って城下に時を知らせていたと言われます。平成12年に有志の方々により復活、現在は時の太鼓保存会が毎年時の記念日の6月10日から3日間午前6時と午後6時の1日2回太鼓を打ち鳴らしています。この日も厳かに神事が行われた後、保存会のメンバーが力強くリズミカルな音を響かせていました。土浦藩の城下に時を知らせる保健時代の出だしであります。土浦に杉たるものが2つある。時の太鼓に杉の鉄砲とこう言うんですがね、杉の鉄砲というのは杉竜の砲術のことを言うんですがね、その土浦の有名なものの2つのうちの1つであったことは間違いないです。今後若い皆さんがどういうふうにして運営していくか、どういうふうにして伝えていくか、我々非常に希望しているところであります。一番小さい子は、高校3年生ですね。少しずつ子どもたちが、私たちの後継承していた、言っていただけたらいいなと思ってるんですけど、はい。江戸の時を知らせた太鼓が平成の時を変わらず知らせてくれました。続いて土フォトのコーナーです。しっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、鹿次郎さんからの土フォトです。今回は長崎県長崎市で撮影したそうです。長崎の龍馬のルーツぞへ行ってきましたというコメントをいただきました。鹿次郎さん、同行ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は小野小町文芸賞特別講演会土浦山荘ツアージオパークを見に行こう、放課後児童クラブ夏季臨時職員を募集します。蔵祭り第12回霞ヶ浦帆引き船模型工作教室のお知らせです。はじめに小野小町文芸賞特別講演会のお知らせです。日時は1月10日火曜日と17日の火曜日、時間はともに
午後1時30分からです。講演内容は十日が元 NHK 俳壇講師の今瀬剛一さんによる俳句の基礎を語る、そして17日が歌会始め選者の三枝隆之さんによる生誕140年与謝野晶子を読み直すです。定員は各回先着100人です。お申し込みは電話で土浦市観光協会までお願いします。次は自転車に乗って市内を散策する土浦山荘ツアージオパークを見に行こうのお知らせです。日時は7月14日土曜日午前10時から午後3時、集合は JR 土浦駅プレイアトレ1階のル・サイク土浦店です。定員は先着20人、費用はレンタサイクル代など3000円です。お申し込みお問い合わせはル・サイク土浦店へ電話または直接お願いします。続いて放課後児童クラブ夏季臨時職員募集のお知らせです。放課後児童クラブは就労などで保護者が昼間いない家庭の児童を対象に遊びと生活の場を提供する施設です。臨時職員の雇用期間は7月23日月曜日から8月31日金曜日まで、勤務日時は月曜日から金曜日および第1土曜日の午前8時から午後6時30分までのうち5時間程度、勤務場所は市内小学校敷地内の児童クラブです。応募資格は60歳未満の方、勤務内容は児童の安全確保、学習活動の環境づくり、生活習慣を身につける手助けなどです。申し込み方法など詳しくは文化障害学習課までお問い合わせください。最後は蔵祭り第12回霞ヶ浦帆引き船模型工作教室のお知らせです。霞ヶ浦のシンボルとして親しまれてきた帆引き船の模型を作ってみませんか。日時は7月21日土曜日午前9時から正午、場所は土浦町角倉野村袖蔵です。対象は小学5年生以上、定員は先着18人、費用は2800円です。お申し込みは住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、電話またはファックスで土浦市観光協会までお願いします。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては、土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。
はウォッチング土浦です。今週は毎年人気の花菖蒲解説会の模様をお送りします。6月10日夫沼公園内の夫水生植物園で毎年人気の花菖蒲解説会が行われました。解説するのは市の公園管理アドバイザーの香取正人さんです。香取さんは花菖蒲博士と言われるほど花菖蒲に詳しく、この日もアヤメやカキツバタとの違いや栽培方法などを集まった人たちに分かりやすく説明していました。ちょっとサイズがあるかなと思う。土がついてる、葉っぱにも土がついてる、やられる人が前の衣装だと、それにちなんだな。この花菖蒲の解説会はですね、あまり馴染みのない市民の方にもですね、花菖蒲ってこういうもんなんだよ、あるいはそういった栽培の歴史的な背景も含めてですね、知っていただいて、より栽培していただきたい、市民の間に普及してもらいたいなということで、解説会という企画を作ってですね、やっています。ただなかなかですね、 PR が浸透しないというかですね、難しい点はあるんですけれども、土浦というとね、どうしてもハスのイメージがあってですね、花菖蒲というのはいまいちっていう感じはするんですけれども、やはり同じ霞ヶ浦周辺の水辺のにちなんだ植物ということで、より多くの市民の方に親しんでいただきたいなということで、やっております。土浦市、まだ花菖蒲ここで作り出して7年なんですけれども、意外にそのまだ市民の間に浸透されてないということで、せっかく何人かのお客さんがというかですね、それなりに浸透してきたような感じがしますので、より一つの、観光資源の一つとして、もっと活用していただきたいなというのがあります。広さおよそ 1.4 ヘクタールの水生植物園には700品種10万本もの花菖蒲が栽培されています。この日は時折雨が降るあいにくのお天気でしたが、訪れた人たちは雨でしっとりと濡れた色鮮やかな花菖蒲に見入っていました。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は学生アナウンサー江端がお送りしました。